ようこそ犬との生活保障チャンネル、ドッグトレーナー瀬方です。今回は子犬の飼い方を象使いから学ぼうということをお話ししていこうと思います。どうですか、愛犬、子犬の愛犬、おとなしくなってほしいな、静かになってほしいな、問題行動しないようにしてほしいな、成犬になっても問題行動なく吠えなかったり静かにしたり家具をかじらなかったり、そういう風になってほしいなって思ってます。じゃあそれを象の育て方から学んでみようっていうのが今回の趣旨となっております。象使いの象ね、映像で芸ができるだとか、人の言うこと聞いてくれてる、指示聞いてくれてる、乗せてくれてるとか、そういうの見たことある人いると思う。じゃあ、あの子たちがなぜそんなことができるのか、犬よりもはるかに大きい、人よりももっともっと大きい、あの象たちが、なぜ人の言うことを聞いて、しかもおとなしくなっているのかな、それを犬にも応用してあげようじゃないか、それを知ってもらうと思います。このチャンネルではチャンネル内で、しつけの方法だったり考え方をお伝えして、そして私はしつけ教室、実際のね、しつけ教室を持ってて、部長訓練という形で直接レッスンをして、いろいろな方を成長させていっている。そういった動画や、私のしつけ教室の紹介動画となっております。では、象なんやけれども、象には大きくね、2種類いると思っていて、アジアゾウ、そしてアフリカゾウ。今回はこっちのアジアゾウの方のお話ね。アフリカゾウもいろいろ芸ができるとは言われてるんやけども、人がね、いろいろこうしつけ芸ができるって言われてるんやけども、なかなかアフリカゾウは気性が激しい子がちょっと多めで、アジアゾウの方がまだね、芸がしやすいよ。そしてそれを犬の方にも応用してあげようっていうお話です。じゃあ、アジアゾウ、どんなゾウですか？なんとなくゾウ、おっきいとかさ、そんなイメージあるけど、軽く知った子。じゃあ、体長ね、アジアゾウの体長、横の長さね、体長、体高、縦じゃないよ、体長、横の長さは約 5.5 から 6.5 メートル。どれぐらいって言ったら、普通車ね、車の普通車よりもちょっと大きい。アルファードとか、エルグランドとか、私のデリカとか、それより、それが大体ね、5メートル弱、4メートル90、50とか、4.95 やね、4.95 メートルとか、そんな5メートル以内やったりする。アジアゾウはそれよりもちょっと大きい、50センチ、1メートルぐらい大きいかなっていうぐらい。まあまあ大きいよね。ね、やっぱゾウって、ああ、そんなでかいんや。で、体高ね。体高が約 2.5 から 3.5 メートル。これどれぐらいなんやろね。河合俊一とかよりも大きいなんやろね。あんまりっていうか、一回も河合俊一を実際に見たことないからわからんけれども。やっぱね、私で身長が180ないぐらい、ギリギリない。で、まあ、日本人で2メートル超えてる人ってなかなか見ないんやけども、それよりもはるかに大きい。もう1メートル以上大きいみたいな。うわ、大きいわね。そして体重が平均でね、オスとメスで結構変わる。オスが約 5400kg、 5.4 トン、めちゃくちゃ大きい。普通車、車で言ったらまあ2トンぐらいが目安になんねんやけども、その普通車よりも2トンやから、2台半ぐらい、軽自動車やったら1トンあるかないかやから、まあ5、6台とかなんかすごい台数の分になるよね。じゃあメスはって言ったらちょっとね、ガクンと減って、メスの平均体重は 2720kg、オスの半分ぐらいなんかな、ね、オスよりだいぶちっちゃいね、コボーンってまあそれでも普通車よりも重たいんやから、相当な大きさとか重量っていうのは想像できると思う。犬に比べればね、全然違うよね。アレイさんなんか5キロぐらいしかないから、もうオスの1000分の1とか、むっちゃちっちゃいよねこれで何が言いたいかって言ったら、ゾウって大きいですねみたいな、そういうことじゃなくてそんなね、小学生みたいな感想じゃなくて、ゾウは大きいから人がね、コントロールしようとしてもめちゃめちゃ大変なのよ。犬は例外はあるよ。例外はあるけど、結構人の力でも抑えられやすい。ね、ピットブルーとかその辺になってくるとね、ブーって。私でも一回リード持ったことあるけど、あ、これ無理、殺されるなって思った。うん、筋肉の中グッてちょっとリード引っ張ったけど、あ、無理無理無理って、こいつ、この子に襲われたらもう助からへんなっていうのはわかる。だからそういうちょっと例外的な検証を除いて、やっぱり人の力でもある程度はグッて抑えられるね。例えばね、この子が超暴れる子って言っても、まあ抑え方を知ってれば、ね、グッて力の範囲で抑えられたりとか、おとなしく噛まれないようにってのはできるんやけども、象にそれができるかっつったらできないやんか。ギッてしてもさ、鼻でピーンとか足でポーンとされたら死んじゃうわけで、実際象使いなんかは年にね、何人も殺されちゃってるんやけども、まあ犬からも殺されてるけれども、まあ言いたいのは、そうやって、ゾウっていうのは犬と違って力ずくで服従はできませんよねっていうこと。じゃあゾウ使いの人たちはどんな方法を使って、どんなやり方を持ってゾウをおとなしくさせてるの。だってゾウたちがね、あの小屋だとか、ね、そういったところでパコーンって暴れたらもう多分抑え効かないわけ。ベベンって実際ね、そうやってゾウが暴れて街中出てニュースになってるっていうのは聞いたことある人はいると思う、ね、そうやってゾウのねコントロールが不可能になっちゃってパコーンって街中ズドーンってね、あの車とかパコーンってひっくり返したりとか、すごいよねだからそうならないために、
象使いの人たちはいろいろやってるんやけど、それを知ることで力づくではどうにもできない象を、ね、上手にコントロールしてるわけよ。それを知って犬にも応用してやろうじゃないかっていうのが今回の趣旨ね。では象使い、ここからがポイントやで、象使いの人たちが、ね、全員じゃないけれども一つね方法として使ってるのがある。どういうことって言ったら、思い込み。この思い込みっていうのを上手に使うわけよ。何を思い込ますの？そこがポイントね。最初小僧の時、さすがにね、もう大人製造、まあ大人になった象にはね、難しいんやけども、まだ生まれたばっかりの時の小僧っていうのは思い込ますことができるね。何を思い込ますかって言ったら、杭と鎖、この2つを使うね。私ぐらいの年代以上の方、まあ、30代以上の方なんかやったら分かると思うけども、イメージしやすいと思う。例えば犬、ね、昭和の犬どんな飼われ方してたって言ったら、お庭に小屋があって鎖につながれてそこで飼われていました。まさしくそれを使うね。その思い込みを使うね。何って言ったら、小僧の時に杭、ね、杭をズゴンと地面に打ちますと。そして鎖でつなぎます。ね、本当に犬と一緒よね。昭和の日本の庭のお庭の犬と。そうすると、象は最初はね、やっぱ動きたいからあっちゃこっちゃ行くんやて、ジャインジャインジャインって。でも、小僧の時っていうのは、まだ大人の象みたいに体重もしっかりしていなければ力も弱いわけよ。まあ、極端に言ったら人間の力の範囲でどうにかできそうなぐらいなもんやから、打ち込んだ杭であるだとか、鎖をまだまだ引きちぎれるほどのパワーがないね。じゃあ、小僧は、これを経験するわけ。自分の行きたいところがあるグイーン。でも、この鎖、ね、杭、これがあるおかげで、行けないね。行けないね。行けないね。これをずーっと経験すると、象が何を学習するかって言ったら、自分は杭につながれると、その範囲内でしか行動ができないっていうふうに思い込むね。これが思い込みね。で、この思い込みっていうのは、大人になってもかなり残るね。そう、自分は繋がれたら自由が利かないんだっていうのを思い込むと、大人になって実際は引きちぎれるほどのパワーだったり体重だったりね、そういうね体格恵まれてても、自分は無理だからやめておこう、そもそもやろうとも思わないわけよ。これが思い込みね。そういうふうに思い込みを作ることで行動を自主的に制限させることができる。すごいよね。まあ、たまに、そのタガが外れてとか、ストレスとか、まあ、環境とか、なんかイライラかな、原因はわからないんやけど、それがボーンってなって、暴れた象が、こう、バチコーンってね、普段の、飼育の檻から破ったりだとかして、街中に出ていくっていうのが多分想像できるよね。でも、大半の象は、そうやってボコーンって出ていくんじゃなくて、おとなしくしてるわけよ。だから、人間社会ね、象使いの人たちがコントロールできて、象たちがそこにいるわけやんか。おとなしくしてるわけやんか。勝手になんか野生に帰ったりだとか、反抗を起こさないわけやんか。ごく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 一部がボコーンって暴れるだけであって。ね。それは結構犬と人も一緒やね。まあ、この思い込み、私たちも実はね、経験してたりする。どんなことって言ったら、こういうのね、絵画。ね。まあ、大人になったら絵画っていうのは、あ、どうしたあれさ。FF 言うの。大人になったら絵画とかね、こういうのは見るものだっていうのが学習されてるからわかるやんか。でも子供さんに対して絵画ってどういうもんだよっていうのを教えるためにはどうしたらいいと思う？自分たちはどういうことをしてきたと思う？美術館に行ってどんなことを経験させられた？って言ったら、美術品に対して手の届かないところ、ね。そういったところに大体美術品ってあるやんか。だからそういうことを経験すると、美術品は手の届かない位置、ね、例えば高い位置であるだとか、バリケードがあるだとか、そういったものを経験すると学習するやんか。あ、こういうのって手届かないから見るもんなんだなっていうのを学習するやんか。子供の時に美術品台を入って渡されたら何するって言ったら、大体こう手つかんでガーガーして、いらんことするやんか。まあ、いらんことって言ったらあれやけども、まあ、美術品を見るっていうよりかは、美術品を使ってなんか勝手にガチャ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 遊ぼうとするやんか。見ることがメインにならないやんか。だから経験させるっていうのは、そうやって私たちもしてるようにすごく大事やねんか。何かしら経験したことはあると思う。こういうふうにね、美術品見て、ああこれはいい絵ですなとか、まあ美術品ね、そうやって人間も自然と経験してることやったりする。この思い込みっていうことによってね。じゃあ分かったと。象の場合は杭と鎖を使うんやけど、犬の場合は何を使うんさ？おとなしくするために。そもそもこれはね、子犬をおとなしくさせようだとか、子犬大人になった成犬になった時にいたずらさせないようにしようとか、子犬の時にもいたずらさせないようにっていうことないけども、どういうふうに活用するのかって言ったら、小屋とサークルね、この2つ必ずいるもの。子犬に思い込ますね。あなたの生活の仕方はこうですよっ
っていうのを子犬に思い込ますわけよ。何やって言ったら、そもそも子犬の性格って言ったら、もう子犬は好奇心が旺盛なの。もう何でもかんでも気になる、気になる、気になる。何でも好奇心で対応する。だから好奇心に対応するって言ったら、何をするって言ったら、犬の場合はほぼほぼ噛む行動が出てくる。まあ匂いを噛むと噛むっていうのがもうほとんど。ね、これ何？匂い嗅ぐ。そして、これ何？と思って噛むね。で、噛んだことを犬は自分のできること、やるべきことだっていうふうに学習するわけよ。自由になっていると、匂いを嗅ぐ、噛むっていう行動が出るから、大人になってもそれがね、身について思い込んで、ずっと改善されずに大変な思いだとか、子犬の時に大変な思いをしちゃうわけやんか。だから、子犬の時に嗅ぐ、家のものに対してね、こういう家財に対して、その好奇心は発生させない、できる限り発生させないっていうのがベターになるわけ。どういうふうに思い込ますかって言ったら、まず小屋、ね、小屋にいたら、こういうものにね、かじれないよね、いけないよね。で、サークル、こう、柵ね、柵を特定の部位に用意することによって、それ以上のところにはいけないよね。柵の中でしか動けないよね。そうすると、犬たちは例えば、こういう電気コードを見てどう思うかって言ったら、子犬の時にこれは、見るものなんだ、柵の外から見るものなんだ、これは見るものだっていうふうに思い込むわけよ。自分が柵の外からガシャンって行こうとしても、柵に鼻がビッて当たって、あ、それ以上いけないなってなっちゃうと、これこのコードね、今かじっちゃうと大変よね。アレイさんでも多分かじろうと思ったらかじれるっていうことは、感電して最悪死んじゃうっていうことやんか。そうなっちゃうとあかんわけやんか。だから子犬の時に経験するわけ。何よって言ったら、このコードは見るだけなんだよ、かじらないんだよっていうのを経験させてあげるね。自由な空間でやろうとすると無理。自由な空間で好奇心を発生させないように、例えばコードのとこ行って匂い嗅がせないとか噛ませないとか、ね、子犬にそれをさせようと思うのは非常に難しい。だから大体の人が噛まれたりとかして苦労してるわけやんか。だから子犬の時は象のやり方と一緒、見るだけっていうのを思い込ませるね。で、見るだけなんだな、あれは見るだけなんだなっていうのを子犬の時に思わせておいて、それをずっとよしよしさせていいんだねっていうのを経験させて学習させる。そうすると成犬になった時、1歳以降とかにね、まあ犬の場合ちょっとね、年の数え方が難しいから2歳とか3歳とか、まあちょっとね、成熟するまで時間かかる子もいるんやけれども、そっから先はアレイさんみたいなことが可能になってくるわけよ。何って言ったら、私家出る時はアレイさんもうずっと自由、どっかに入れるってことはない。こうやってフリーにして、よく俗に言うフリーやね、自由っていう状態にしてから私は出て行ってる。床に電気コードやおもちゃがあろうが、噛んだり飲み込んだりしないし、ね、ちょっとしたお菓子とか蜂蜜とかプロテインとかが置いてるんやけども、その辺床に落ちてても何もしない。なんでって言ったら、小さい時に経験させなかったから、ね、不要なとこに連れて行かなかったから、この子は家の中のものを自分が噛んだりして遊ぶもんじゃなくて、見るもんやって思い込ませてるからやね。確かにね、そういうことするの難しいかもしれない。子犬の時に、うわ、子犬かわいいなとか、自由にさせてあげたいなとか、狭いとこに入れたらかわいそうだなって思ったりするやんか。でもその思いによって、将来この子が自由にできる時間が減っちゃったりだとか、事故ね、誤飲だったりだとか、感電してしまうだとか、そういった事故につながりかねないんやんか。今ちょっとしたご褒美を取るのか、将来大きいご褒美を取るのか、それはね、人が決めないといけない。自分自身が決めないといけない。両方取るのはなかなか難しい。今自由にして、かつ将来も自由にできるっていうのはなかなか難しい。だから皆さんね、二頭追うもの一頭も得ずみたいな状態になって、両方ともポシャっちゃってるもしくはちっちゃい幸せだけ取ろうとして、ちっちゃい幸せすら取れない。家の、ああ、子犬自由にさせてあげたいな、家の中自由にさせてあげたいな、でも噛んじゃうな、ああ噛んでる、ああどうしようみたいな結局何も手に入ってないよねってそれやったら、ちっちゃい時はね、ある程度の中で自由にさせてあげて、大人になってからうんと自由にさせるっていう方が私はいいと思う。犬っていうのは 1,2 年とかそんな短命じゃなくて、十何年とか、アレイさんと今10歳超えた、ね、その中でアレイさんは自由っていう時間を謳歌してる。私のね、この部屋だったりから、別のいろんな部屋ね、いろんな部屋どこ行ってもいいですよっていうふうにしてあげることができる。私が提案して、愛犬のための自由を増やすために、ね、やってあげられるって考えてることは、小屋とサークルね、まあ、この子たちが住むべき部屋っていうのを1個ガツンと用意してね、寝床やね。で、その中でご飯食べたり寝たりして、いらんことをしないように教えつつ、まあ遊ぶときには、サークルの中だけで
そのストレスだとか、ね、人と構いたい、一緒に遊びたいとか、そういったこの子たちの欲求を解消していってあげる、ね、そういうのを少しずつ積み重ねていって、ちょっと外にね、サークルの外に出してみようかな、実際どうかなって言ってガジってかじるんやったら、ああちょっと早かったな、ちょっとまだサークルに行っときましょうかとか、でそこでまたね、1週間くらいまた様子バーって見て遊んでみて、でまたそこから今度はどうかな、次の週どうかな、よいしょ、おちょっとだけかじらなくなってきてるなとか、そういうのを繰り返して繰り返して、ね、それから自由にする時間、自由にできる時間、身を離しても安心できる時間というのを増やしていく。ここで伝えているのはやり方だけね。実際あなたの犬をどういうふうにしていくか、どの段階なのかはやっぱり見てみないと分かんない。今まだまだ柵の中ですよ、ちょっとずつだけ外に出してあげましょうかとか、今その時褒めてあげましょうとかとか、これは褒めていいですよ、褒めない方がいいですよ、声かけましょうか、無視しときましょうかって、いろんなシチュエーションが出てくる。それは実際やってみてね。わからない人はぜひ私のしつけ教室っていうのをね、下のリンク欄に載せておくんで、よければ見てやってください。それでは次回もお会いしましょう。それじゃあねー、バイバイ。